ダークシャドウとは、日本の競争馬である。主な勝チクは2011年のエプソムカップ、毎日王冠。2007年7月、町金八島田の2007の名で、セレクトセールに出され、2500万円で取引される。競争馬名は父、ダンスインザダークの名前から連想した、くらいに、場所の飯塚智和が使用する冠名、シャドウを組み合わせて付けられた。 体質の弱さから春のクラシックシーズンに間に合わず、2010年4月24日の東京競馬場、芝2000メートルの3歳未勝利戦がデビュー戦となった。スタートで4馬身で遅れたが、上がり3ハロン33秒5を記録して、差し切り勝利を収め、続く5月末の3歳500万円以下も差し切ってに連勝とした。その後も間隔を空けてレースを使われたが、 約3ヶ月後の8月に臨んだ、札幌競馬場の四国湖特別では、単勝一番人気に押されるもスタートで出遅れ、気重の若さも出して4着。続く、中山競馬場のセントライト記念でも5着に敗れ、クラシック最終戦となる、菊花賞への出走はならなかった。1月、京都競馬場の元旗特別にて、短期免許制度を利用して、中央競馬に遠征してきていた。 フランシス・ベリーが初めて起乗。この時は最後の直線で物見をして2着に敗れたが、2月の東京の調布特別では一番人気に応え、2着に3馬審査をつけて3勝目を挙げる。4月、阪神競馬場で1600万円以下条件のナンバステークスに出走予定であったが除外され、同じ日に阪神で行われた重賞の大阪杯に格上挑戦した。 この時からキッシュが福永祐一に変わる。競馬場への輸送に際して、東日本大震災の影響を受け体重を大きく減らし、15頭立て8番人気の評価であったが、後に天皇賞を制することとなる昼のダムールに花さの2着となった。その後疲れが出たものの立て直し、約2ヶ月後に出走したエプソムカップでは5番手の行為につけ、2着にニ馬身ン2分の1差。 一番人気に、答えての重賞初勝利となる。四ヶ月の休養を経て挑んだ毎日王冠では、後方三番手の位置取りから進め、最後の直線で馬群を裁くのに手間取りながらも差し切り、重傷を連勝するとともに、東京競馬場での成績を五千五勝とした。迎えた、天皇賞では二番人気に支持された。馬主の飯塚は、福永の起乗を希望していたが、 福永がトゥザグローリーに帰場する戦略を優先したため、秋に再び短期免許できたベリーが帰場。集団からバグンを割って伸びたが、当選上段との叩き合いに敗れ、2分の市場審査の2着に終わる。初戦の京都記念に一番人気で出走。中団追走から直線で懸命に据え、足を伸ばすもののトレイルブレーザーの2着。3月31日のドバイデューティーフリーに出走。 中段の外目を追走するが直線で伸びきれず9着に敗れた。帰国後8月19日の札幌記念に一番人気で出走、踏みのイマージンの2着に敗れた。天皇賞は直線伸びるも4着に終わる。続くジャパンカップは後方から猛然と親やげ4着、有馬記念は中段追走も直線伸びを書き6着に敗れ、国内で初めて掲示板を外した。 この年は、大阪杯から始動。果敢に、2、3番手でレースを進めたが、直線の美を書きオルフェーブルの5着に敗れた。自走は、自身初のマイル戦、安田記念に5番人気で出走したが、同じく別路線から参戦してきたロードカナロアラに、差し切られ6着。秋初戦の毎日王冠は末、足切れるも、前も止まらず5着。自走に、天皇賞を予定していたが、 状況中に速攻にはまり負傷し回避、マイルチャンピオンシップに矛先を向け出走したが、スライド出走が影響したか、直線全く伸びずに16着と大敗した。この年の主導戦は、中山記念。やや10の馬場も影響したかまたもや11着と2桁着順に、大敗。続いて、大阪杯で巻き返しを狙うも体調が整わないため、回避、エプソムカップに、 スライド出走した。59kg を背負いながら、久々に馬券圏内の3着と構想した。続いて、完全副長を目指し函館記念に出走。またもトップハンデを背負いながら、6月下旬に、初来日したばかりの豪州の名手、ナッシュローイラーを背に、ラブイズ・ブルシェから3、4馬審査の2着に入った。秋は、毎日王冠から指導。 3年ぶりにフランシス・ベリーとコンビを組んだが12着に敗れた。続く天皇賞でもベリーとのコンビで挑んだが直線で失速し10着に終わった。その後も惨敗が続き2015年4月29日付で競争馬登録を抹消。新潟競馬場にて乗馬となる。2016年に誘導馬デビューを果たした。ありがとうございます。